俺日本って国はね、うん、健全だと思ったね。やっぱりオリンピック始まっても反対のデモやってたじゃん、日本人の人たちが、うん、国立競技場の周りで、うん、でもさ、どっかの国みたいにさ、商店のガラス割ったりさ、うん、そういうことは絶対しないじゃん、うん、違う、反対してるのは多分日本人じゃないと思う。日本語喋ってるから日本人じゃないよ。そういうことを抜きにして、うん、そういうような意見自由に言えるし、そういうこと言ったからって警察に撃たれるわけじゃねえし、日本は健全な国だなと。オリンピックの種目って何が好き？これ大事だね。いやー、好きか、好きなのは全部。でも好きってのはね、まずオリンピックらしい、これぞオリンピックっていう種目は、俺はね、俺は重量挙げ。あ、やっぱり重量挙げ。見上げ。見上げ。もう一番単純じゃない。重いものを上げる。あれこそオリンピックの種目の代表格。素晴らしいね。あ、いや、それ分かるわ。それなんとなく分かる。分かるでしょ。分かる。俺はね、オリンピックで好きなのは体操。体操はいいね、うん、体操はね、なんとなく、ね、オリンピックの感じがするの、うん、普段体操見ないじゃん、あんまりほら、オリンピックだと体操見てるんだね、体操見てるぞみたいな。来ました、体操ね、うん、体操も好きだね、体操。ジャッキーさんは、まあ、やっぱり陸上ですかね。陸上、やっぱり陸上、ね、陸上やろうと思ってた。陸上ね、陸上、でもね、なんかね、常ちゃん、でもね、陸上のジャッキーさんでわかるけど、これはもう常ちゃんの重量がピンとくるでしょ、うん、来る。オリンピックって確かに来る。もしかしたらもう古代の頃からやってた競技かもしれない。要するにさ、古代ギリシャオリンピックの、うん、あれはほら、あのゼウスの神に捧げるためのオリンピックじゃん、うん、ね、神に捧げる大会だったり、それに一番近いかもしれない、ね、走ったりとか、うん、陸上とか、うん、そういうで重量挙げとかね、うん、重量挙げとマラソンですかね。そうですね、100100メーターもいいんだけど、100メーターやっぱいいよね。花形だもんね。だってジブでジブで決まったんだもんね。10秒。本当ですよね。でもね、あのね、10秒をやる前のね、走るスタートする前に、ね、スタートのとこ取る、つくまでのあの選手の気持ちを考えると、なんか面白いね。あれですごいプレッシャーだよね。でしょうね。国の名誉を知ってるんだもんね。あ、ただ一つ出てこなかった国が。もう皆さん身近なおなじみのエリンギ君の国ですよ。あ、出てこなかったんだ。ないですよ、なかったでしょ。そう言えばいなかったな。あ、K さん、C さんも気がついたけど、そっか。エリンギ国、北 K はエリンギ国ないの。エリンギ国なかったか。最後にね、うん、俺が感動したのはさ、ビーって最後に小さなみすごく上がったじゃん、うん、上がったんだけど、空に高校と満月ですよ。あ、昨日満月だったんだ。すごかったじゃん、オリンピック場の上が満月で。ケビンが立ってたわけじゃないでしょうね。ちょっと高いところに待ってたよね。ちゃんと。そうね、満月の月が素晴らしかった。へぇ、だから、あの宇宙戦闘でその満月のコントラストが良かったのかもしれない。あとね、すごいのはね、あの地球のできたじゃん。ドローンで、うん。できて、すぐ1分後ぐらいに、もうインスタグラムに上がってて、ドローン。地球すごい、すげーって、うん、すげえすげえ、あの人俺です。インスタグラム撮ってて、だから下であの間に人がいっぱいいてね、見てやってたんだよ。ついちゃんが無理だから、インスタやってないんだから無理だよ。ピーって撮って、もうすぐインスタに上がって、もうインスタに上がってるみたいな。へー、あ、すごいですね、やっぱりね。狙ったんですよね。見てみよう。うん、見てないな。うん、それすごいですよね。すごい、あのね、そう、いい感じですよ。うん、でもあの、満月よかったね。ちょっとさすがちゃんみたいなかったんだな、満月ね、ずっとテレビで見て。いやー、それは見落としてしまったな。ちょうどビールこうやってやってる時だ。だって結構長い時間出てたよ。あ、出てた出てた。だって満月だよ、うん、で、途中でほら雨降ってきたじゃん。嘘、降った。あれ、国立競技場降った。だからあのパフォーマンスやってた時かな。パフォーマンスやってたじゃん、いろんなやつが、うん、で、いよいよ選手入場の前ですよ。パフォーマンスやってる時に雨が降ってちょっと降ったんだ。でね、すぐね、こうみんなが見て調べたら、うん、雨雲が東京にあって、うん、で、その雨が、うん、引いて、すぐ引いて、で、
だからほら水で清めたわけですよ。なるほど、うん、清めてそれで友人様が取ったの。そうそうそう、清めてそれでそれから開会式を。これよかったね。何何の開会式の冒頭、冒頭のやつ最初の方ほらね、こう富野、あー左ね、大工の、大工のね、あれあでもベーコメンじゃなかったよね、うん、え大工じゃなかったねでもあれはね、なかなか面白かった。トミーとか、ね、あれなかなか考えてますよね。あ自分の職業と同じような、いやだから、ね、日本的に見るとやっぱり文化的にそのいわゆる大工とか、うん、ああいったものだったら歌舞伎も出てきましたね。だからそういうの日本のあれなんじゃないの。だってさ、日本の原点って縄文じゃない。ね、もう弥生から縄文に移っちゃったぞ。で一回どっかオリンピックスタジアムを作ったけど、それ全部チャラにして縄文式のスタジアムを作ったんだもんね、うん、縄文の。縄文時代からあった。じゃあ縄文時代のイメージでスタジアムを作っちゃった縄文時代からある。縄文時代鎌健吾さんいないよね、うん、縄文のあれを作ってるんね。だからマルト三角と四角なの。縄文エネルギーはマルト三角と四角と言われてるんですよ。トリの親方みたいな女の人は、あれ美人だなぁ。あれ宝塚、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 そう、宝塚。トビの親方、こんな美人な人いるんだ東京はと思ってたらさ、あ、女優さんだったんだね。あれどうしたか、カザフスタンでしたっけ。なんかすごいカザフスタン、うん、ね、あの女の人ね、この騎士をやってた、あ、すごいね、綺麗、綺麗な、キンキラキンじゃない、キンキラでしょ。なんかこの人、あのスケ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 でね、なんか茶系統でね、あれなかなか色っぽかったでしょ。はい、美人で、あれ、あれ色っぽかった。みんな悪いし、あれ色っぽいねって言ったら、やっぱそうだ、色っぽいね。あ、その時こうなった。あれ、お前たち、いや、見てる色っぽいね、色っぽかったよ。どうだっけ、ごくごく見たかった。再放送でやんないかな。最高そう。最高そうでやってもほら、切ってあるから。あの小娘みたいにいるの。切ってやれちゃうかもしれない。いや、そういうとこは切らないかもしれない。いや、基本的には切らないと思うんだけど、うん、国の登場で、だから、あのところどうやって扱うかを確認するんですよ。あれでもすごいですね。こう、なんか茶系統でしたね。茶系統でビーンと。あとね、なんかね、どっかのアフリカもね、キンキラキンのね、うん、こうスタイルが、こう出るようなのが来て。外国人、足長くてスタイルもいいしね。姿が本当にいいもんね。それ見てないの。あのね、開会式の楽しみってね、世界中の国が民族衣装をアレンジしたりとか、いろんなファッションに工夫する、あれが楽しいわけだから。それは分かるけど、ビール飲むのも楽しいのに。昨日ね、いつもより日本ぐらい多く飲んでついた。日本ぐらい朝頭痛いから。ビールはいつもあるの。オリンピックは1回しかないの。見ながら見るのがいいのよ。まあでも1回しかないの、オリンピックは。ビールはいつもあるでしょ。だから、オリンピックは4年に1回。日本は57年ぶり。うん、ちょっと話戻っていい、うん、オリンピック始まる前にさ、ね、こういう意見があったじゃない。オリンピックを特別扱いするの。私らもイベント中止にしたり自粛したりしてるのに、オリンピック特別扱いして客も入れてやるのかみたいな、そういう意見があったの知ってる、うん、知ってる、うん、それ違和感も、違和感もおかしいですよ。俺そういう意見に対してオリンピックは特別だって言いたくなっちゃうね。うん、ご情報じゃない。だからさ、そういうの思ってる人はさ、ね、自己中なんだよ。なんか俺って自己中なの。だって世界のね、日本にあれだけいろんな国のね、いろんな人種が集まってきて、あんなことってないじゃん、オリンピックから言ったね。その時にあの、ね、橋本聖子が挨拶して、うん、その後、ね、ちょっと長かったと思ったの、うん、その後、バッハが、うん、長い挨拶してしまった、うん、と思うんですよね、画面に向かってね、つっちゃうんだけど、うん、バカ野郎ね、あれ長かったでしょ。だってバカ野郎、いつか喋るのか分かんないかもしれないけど、長いんだ。バッパさんの時だから面白いのは、うん、NHK がハイライトは11時35分からやるはずだった。その時には終わるシナリオだったんだよ。ところがそのバッハが早うやんで、長い挨拶したの。だから全部時間がずれてきちゃった。へぇすごいでしょ、あれって。バッハ野郎だったんだ。ほんとそう。あれはね、めちゃくちゃね。で、その後に、ね、あの天皇陛下が大会を制するわけですよ。これはやっぱり日本人としてはいいよね。うん、ね、うん、
いやもう私、偉い人にはあまり弱くないんですけど、それでとりあえず伏せばやるって言っちゃうけど、さすが手前から言えないよね。それは言えないでしょ。いや、やっぱりなんか、やっぱ霊験あらたかな気がするよね。天皇が挨拶するときに立つじゃない、立つ、宣言するときに立ったじゃない。あれ、菅ちゃんちょっと遅れて立ったんだけど、一緒に立たなくてよかったんだ。あのタイミングでよかったんだ。やっぱりさ、うん、我々だと、起立ってみんな一緒に立つよね。ところが、起立の号令もなかったじゃないですか。ところが、忘れちゃった。じゃあ、いや、ところがさ、天皇ってやっぱりさ、スーッとやったらさ、一緒に立つっていうのを、立って待ってるか、先に立った場合は、後から立っていくっていうのがあるかもしれない。もしかすると。我々、ほら、宮中のことは詳しくないから。話し始めてから、タイミング的にあれでよかったなと思って、細かいこと言うようだけど、でもね、あれね、多分ね、どっかにね、まだ調べてないけど、いろんなこと書かれてる、書かれてました、書かれてました、不敬だって書かれてた、あとであれかね、申し訳ありませんでしたって謝ったのもね、いや、天皇陛下は心広いから、そんなこと、いや、天皇陛下は心広いけど、ちょっと狭い人たちが多いんじゃないの、やっぱり。だからね、自分の心を満足させるために謝るんだよ。謝るってのはさ、何も相手の気持ちを思いやって謝るってじゃなくて、自分の気持ちの心の中を満足させようと思って謝ってる人が多いから、俺謝ったんだとか、まあ、見えたんだってこう。で、それだけで相手がどう思うか関係なく謝ってる人がいるからね。ね、おかしいですよ、それって。口先だけで謝ってるから。すいませんでした。で、何がすいませんなのって人は答えられないんだよ。タバコっすね。まあそんなことでジャックさん、そうそうね、時間ももう結構な時間喋ってる、ね、じゃあこれからね、はい、オリンピックね見ましょう、見てもらってね、またね、本当に見る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 宣言出ました、見る見るね、オリンピック体操見ようかな、ね、体操、もう体操も陸上も柔道もね、うん、レスリングも、まあだっていろんなところでさ、いろんなところ水泳もあるし、そう、あのいろんなのあるんだよ ね、だからいろんな上がってくるから大丈夫私ね、ああね、まあそんなことでさ、はい、じゃあまた、ありがとうございます。オリンピックで青春しましょう。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。まったね。